2017年最高裁判所裁判官国民審査は2017年10月22日に第48回衆議院議員総選挙と共に執行された最高裁判所裁判官国民審査7人の最高裁判所裁判官に対して国民審査が行われ全員罷免しないとされた投票率は53.34% 前回の国民審査まで、期日前投票制度や、不在者投票制度では、衆議院総選挙の期日前投票は、公示日の翌日から可能であるのに対して、国民審査の期日前投票は、投票日の7日前からとされており、衆議院総選挙は、公職選挙法第31条により、投票日より12日以上前に公示することが、 定められているため、少なくとも4日間のタイムラグが生じることになっていた。2016年12月に最高裁判所裁判官国民審査法が改正され、今回の国民審査からは、衆議院総選挙と同じく公示日の翌日から期日前投票や不在者投票ができるようになった。18歳選挙権が認められた初めての国民審査であり、初めて18歳19歳に、 国民審査権が付与された。2017年10月22日までの最高裁判決における意見。ありがとうございます。